はい、今日はですね、前回のね、リエールさんの、タニキューフェスティバルっていうのね、仮結果に続いてのこうね、また苗の紹介動画なんですけどね、会場でですね、あれですね、別コーナーで市川ファームさんもね、出展されてました。でそこでお迎えしたのがね、こちらやな、これね、小さい一寸の鉢にね入ってて、森村万年草やな、これこう強いよね、かなり性質の強いやつで、パリダム、これ可愛いですね、コロ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 しとってね、うん、こういうやつですね。それと、粉雪、これがね、こうなんか成長とともにこう白っぽくなるよね、白っぽくなってこうなかなかいいね。それと自分の好きなあの木立ちのこうブレビフォリウムやな、うん、あこう取ろうか、こういうふうにね、木立ちしてるでしょ、小さいながらもね、うん、これこうあの本当おすすめ、あったら自分すぐ買うんですよね。で、これこの色の分が安かったかな、これがちょっと高かったかな、こういうふうに色分けしてますもんね、はい、でこういう感じで本当はねもっといいのがいろいろあったんですけどね、皆さんの狩りが終わった後にお迎えしたんでね、ちょっと、こうなりました。まあそれはそれでね、当然あの気に入ってるから買ってるんですけどね、これもう一個買ったんだけど、ちょっと友達にね、狩りそびれたっていうことやったんで、一つはね、友達にあげました。んで次がねあれですね、翌日に、グリーンサンタさんに行ったからですね、そこでお迎えしたやつですね。どれから行きますかね、どれから行きますかね、これから行くか、まずねこれちょっとねまた改めて別の動画でしますけどね、吉坂放送さんのやつで、これ後でねまたサンタさんが送ってくれるって、ちょっと札がね、荷物にちょっとね入りそびれたっていうかね、まあとりあえずこう書いてますけど、レッドタン、こういうやつ、ちょっとね変わった感じでね、自分があんまりこう、手にしないようなやつだからね、あえてそういうのをね選んで買いました。でちょっと吉坂放送さんの苗はね、またね、自分は別の動画でちょっとまとめてやろうと思ってるんで、これはちょっとね一回こう置いときます。んで、すごくね気になったのがこれやな、これタックスパン、これねサンタさんのねあのあれやな、こうキャラクターデザインとかね、こんなんでね、買った日をここにやっぱ書いてます、2022年1月16日ってね。でこういうこれタックスパンって何かなって言ったら、サンタさん教えてくれてね、あれピンウィールの石化らしいよね、なんかねこういうふうにね S を書いてる、あのこういうの好きなんですね俺ね、お石化でもね、だからこれいいなかっこいいなと思ってね、これがあのクリシエヌライアンかね、なんかそれちょっと似たような感じの姿なんやね、うん、これちょっとほんとねお気に入りやな、うん、これちょっとねすぐこういう感じで買いました。それとですね、あとがあれやな、まあさっきの、レッドタン、それとね、それもまたあの別でやりますけどね、実はね あれなんですよね、すり鉢屋さん、杉江さん、杉江京さんのね、鉢も結構買った、そちらの方はねもうまたちょっとね別でやろうと思う。今回ねいろいろお迎えしたのが多くてですね、何回にもわたるかなと、杉江さんのそのすり鉢のねあの鉢だけでもちょっとまた一つの動画が撮れるかなという感じやからですね、それもまた改めてやりたいと思います。でこちらがねあれですね、まあサンタさんのサンちゃんね、自分もプランターとかちょっとこうお土産的に用意して持って行ったもんですからね、代わりにこう物々交換的にいただいたね、これねリエールさんにもあったんやけどね、これ円磁っていうらしいですよねいつすぐ忘れるからひらがなで書いたんですけどね、こういうやつやな、これをちょっとね物々交換的にいただきました。これいいなって思ってね、これどんな風になるんですかね、今こう緑色やけどね、多分ねかなり紅葉してくるんやねんかなと思うんですけどね、はい、なかなかねこれいいですね、いただきました。それと、こちら、ビューティーリリー、これもね初めてやな、これね、うん、これもちょっとね、いただいたんやな、まあ物々交換でね、うん、これも初めてのお迎えなんで、ちょっとどうなるかねすごく楽しみです。こ
こうシャープな歯でね、こうエッジあたりがこう赤い、キュッとこういうふうに爪がキュッとこうなってるね、この楽しみです。あ、そうそう、それとこれや、これはね、サンちゃんと選びながら買ったんすよ。ブレンドテイルっていうやつやけどね、これがね、すごいこう形とかこう歯の張り具合とかすごくいいんですよ。だけどここにね、ちょっとこう傷みたいなのがこうところどころあるんですよ。まあ他にもね、いい苗があったんやけど、これが一番形とあれがいいなと思って、あえて、こういうやつがあるのを買いました。あえてね、どうせまたこう中心からどんどんこう大きくなっていくから、まあそのうちこういったのはあの枯葉になってね、なくなっていくから、もうそれでも構わないなと、しっかり育てればですね、はい、そういう意味合いであえてこういうのをね、買いました。全体的な姿がいいから、はい、だからあのそういうね、多肉を刈るときはそういう選択肢もあると思うんですよね、はい、だからこれはね、そういうね、さんちゃんと選んでね、ちょっとあえてこれにしようかということでね、こういうのをお迎えさせてもらいました。それとね、サカチンさん、チンチューブ、サカチンさん、サイダウさん、マリモちゃん、タイキンさんとかでね、こうやってる、まあ YouTube こうやってますけどね、なんかね、まあ自分も仲いいからね、ついいじってしまうんですけどね、お笑い動画みたいになってますけど、ね、実はね、いろいろね、うまいんですよ。未消してるんですよ。びっくりして、いつも面白いからですね。で、これあの、サカチンさんがなんか、Always Love とかつけてますけどね。名前を。実際はこれだ。俺書き直したの。ソーフレンと花うらら。そしてブラックネイルの後輩なんやね。丸にチッチ書いてある。サカチン。後で忘れないように。だから、ほんとね、なかなかいいですよ、これ。これね、爪がこう立っててね。ロゼットの形も悪くない。はい、こういうやつをね、他にもいっぱい作ってるんですよ。で、これまあちょっとね、お土産みたいな形で、まあ自分もね、プランター持って行ったんで、まあそのお返し的な感じでいただいたんですけどね、これもそうなんですよ。これなんて書いてるのって言って、後で LINE でね、教えてもらったんですけどね、エリッソとチワワエンシスの後輩らしいんですよ。で、そのエリッソって何って言ったら、パクサン内か。のなんか品種の一つらしい。自分知らなかったんですけどね。だから、こういう感じでね、チワエンシスの後輩ってことをやってる。これもね、なかなかいい。だからついついこうキャラクターが面白いからいろいろこうなんかお笑いみたいになってしまってますけど、実はねこういったのをね結構作ってる。あのそれもあのサンタさんのねハウスのこう一角を借りてね、ですので、なかなかね愛知面白いなと思ってですね、またなんかね、機会を設けてあれですね、ちょっとまた伺おうかなというふうに思ってるんですけどね、ですのでまあこんな感じで、今回ね、お迎えしました。まあもう一個ね、また後で出しますけど、その、吉坂放送さんの苗はありますけどね、それとあれやな、杉江京さん、すり鉢屋さんの鉢、これが、リエールさんの、フェスでも2個お迎えして、サンタさんの店でもね、2個お迎えしたので、それはまたね、別の動画で紹介したいと思います。はい、ということでね、今回、ここに紹介したのが、こちらが、市川ファンさん、この分が、ね、グリーンサンタさん、この分が、サカチンチンの会メンバーのね、このサカチンさんかな、サイダラさんかな、そういうようなことでね、まあいわゆるこう3グループというかね、そういうような感じで、お迎え内容をね紹介させていただきました。まあぜひね、まああれですね、チカオファムさんは静岡ですけどね、グリーンサンタさんと、サカチンさんは愛知なんでね、まあサイダラさんは三重か。三重県やけどね。はい。そういうことでね、やってますんで、まあ、お店とかね、立ち寄られて、
今日自分の動画がね、なんか一つのこう仮の参考になればいいなということで、今日は動画を撮らせていただきました。はい、ということで、今日の動画終わります。チャンネル登録とかね、高評価していただけるとありがたいんで、皆さんぜひよろしくお願いしたいと思います。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。